成でいくわけですが、どんな編成になるのでしょうか。おー、波動ファイター。まずはラレップ .ch から一番奥川ゆえ選手が3511ですね。そして真ん中で動きますニル選手が3331、イスト選手が3241となっております。対する和心一番奥川トゥルン選手5221、真ん中山高選手3241、そして上さん選手が3421となっております。どちらもスケールに振ったステータスが1人ずついますが、残り半分40秒切ったところでトゥルン選手2連続得点。さあここをゆえ選手とイスト選手も得点を取っていきます。2点差。さああと1点でラレプドと CH 追いつくぞ。だがしかしここは突き放していく和心。さあ3対5となっている。いやこの3511はね今大会初ですけれども非常に大きいのでね、ここ捉えていきたい。さああと1点でラレップドと CH 追いつくぞ。真心は逃げ切ることができるのか。さあ上さん選手が1点を取っていく。残り時間は3秒前。まだ点数も取るか。試合終了、4対7、和心の勝利です。おめでとうございます。